もうできない、もうもういい、もう一緒やんない、もう嫌い、もう嫌い嫌い、もう嫌い、もういい、もう絶好、もういい、もう引き止めてよ、もう。いや、そもそもさ、おかしいんだよ。だって楽器何個ある？ 1、2、3、4、5、6、7、8 でしょ？これ一人で演奏するってさ。いや、だって例えばさ、クラシックのコンサートだったらさ、小太鼓の人がいて、大太鼓の人がいて、シンバルの人がいて、で、別々にやってるじゃん。ドラムもそうすればいいんじゃね？はい、どうも皆さん、こんにちは、ビスタンです。というわけでビスタン、ひらめきました。このドラムという楽器を全部一個一個の楽器に分解して、その一つだけに集中して全部演奏する。それを後から映像を合わせて同時に再生すれば超完璧な演奏になるということをひらめきましたこれ、天才でしょ。なので今日はドラムがめっちゃ難しい定番曲であるワンオクロック様の完全感覚ドリーマーを、ドラムを8つのパートに分解して、それを全部僕が演奏します。てなわけでね、親分、今からね、あの野郎バラしてやりますよ。というわけで、ドラムバラバラにして一つ一つ一人で演奏すれば完璧に何でも叩ける説。むずいな。痛い、しかも辛い、これ。というわけで、まさかの撮影2日目。むずすぎる。できるかな、これ。やっと取れた。さあ、行くぞ。
普通に演奏した方が早い。